はい皆さんこんにちは村長ですコロナで皆さんどうしてますでしょうかブラックフライデーになりました去年はかなりたくさんのプラグインを、まあ、何十万円ってぐらい買ったんですけれども今年はこれ一本ですアンテレスのボーカル用の一つのエフェクターとでも言いましょうかいわゆるマイクシュミュレーターというやつですねこれはとってもですね 結論から言いますと優秀だと思います。インストールがアンテナするのはややこしいです。そこだけ気をつけてください。まずはライセンス用のソフトウェアがあって、それがインストールされていないとできませんので、ご注意ください。え僕はプラグインブティックから買いましたので、しっかり説明書を見ればわかると思います。それで、えー、今回はですね、 先日にレコーディングしました。演歌のフレーズを聞いてもらいながら、マイクを切り替えていきます。僕のマイクも悪くはないと思います。ノイマンの87系のですね。エミュレートしたような真空管のコンデンサーマイクですので、まあ、悪くはないとは思うんです。けれども、これはですね。まあ、良くするっていう風に考えるよりもイコライザーとかで自分の。 思いにしたかったものをもうこのマイクだけで十分キャラクターを作れるというそういうようなものと考えてもいいんじゃないかと思います左の方にこのようにマイクのリストがありまして自分の持っているマイクもしくは系統マイクですねそれらを選択すればよくってやり方はとっても簡単です。こここはローカットとかうういうのがあるんですけれども 右側のところはこれはアウトのボリュームですそしてこれはインプットゲインですねそして画面の下の方にサーーーチュレーターがああります。す何はともあれですね。マイクを切り替えたらちゃんとキャラが変わってくれるとそのいろんなメーカーのマイク僕自身も知りませんのでそれがよく似てるかどうかは全く分かりません。でも、もっても良くなります。いろいろろ。 高級マイクを選べば多分、えー、皆さん納得されるんじゃないかと思います高級なマイクを買えない人この人にはとっても素晴らしいマイクのソフトウェアだと思いますじゃあ早速鳴らしてみますまずはバイパスで鳴らします自分が誰か 自分が誰かまあこんな感じなんですねじゃあ入れていきますまずはゼンハイラーのクジラをやってみたいと思います自分が誰か,自分が誰か切ったり入れたりしてみます誰か自分が誰か自分が誰 マイクの方がこもってますねちょっとはいが出てきますはいがかがかがか この上のパラメーターはマイクの距離みたいなものです自。自分が誰か。自分が誰か。自分が誰か。ちょっとサーセレーション入れます。

自分が誰か。自分が誰か。自分が誰か。自分,が誰か自分が誰 自分が誰か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 ,が誰か CAD のマイクですね自分が誰かこれはもうはっきりキャラが変わります。 自分が誰か。自分が誰か。今バイパスしました自。自分が誰か。自分が誰か。えー、ジェネリックの前で。自分がだ。 低音がものすごくそがれますね。自分が誰か。自分が誰か。自分が誰か。こっちにもローカットがあります。自分が誰。このローカットのシステムは、とってもよくできていまして、先ほども。 ノイマンとかを選んだ時にはここが三つになったりちゃんとそこのメーカーのローカットシステムとかも忠実にシミュレートしているような感じがしますそれとすごくいいなと思ったのが僕のマイクがノイマンの u 八七もどきなマイクなんですよねそしたらこちらをですねそのように同じマイクを選びますね u 八七とかですね そしたらですねあんまり差がないとあえてサーチュレーションは切っておきます同じようにこれもオフでそしてこれもまあそのままという感じにしておけばですよそしたら、えー、入れてる時とはほとんど変わらないんですね自分が誰か一回切ります自分が誰 なんか逆に嬉しかったですね、えー、僕のマイクはノイマンのマイクをエミュレートしてるのにですね、これが切り替えたらゴロンと変わってしまったりしたら俺のマイク何だったんだということになってしまいますいろんなマイクのことは分かりませんけれども案外ちゃんとモデリングされてるんじゃないかなというふうに僕は判断しました何せ価格がブラックフライデーで 安いです1万 2, 3, 円のものが今はでで購入できます60オフでしたかね今まで微妙に低温を深くしたいとかもうちょっと歯切れよくしたいなんていうのがありますがイコライザーを触るとですねなんとなくまたものすごくこうバランスの悪いようになってしまって困ることってよくあるんですよね。ででもこれであれあば 案外バランスのとれたまま150種類ぐらいあるマイクの中からいろいろ選んでいけばですね自分の気に入ったマイクの音色が再現できるとそういう風になるような気がします。是非価格が安い時にゲットしししてはどうでしょうか村長ででょかた